ドクターヘリとは、救急現場で迅速な初期治療を行うためのヘリコプターです。現在、国内で40機が運用されています。ドクターヘリの出動要請は、119番通報の内容や現場に到着した救急隊員の判断によって行われています。消防通信指令室から出動要請を受けると、待機している運航クルーや医療スタッフに指示が出され、直ちに機体が離陸します。離陸した後も地上にいる運航管理者が無線でパイロットに着陸場所などを指示し、電話で消防や警察と連絡を取ります。現場に到着すると、医師による初期治療が開始されます。患者の容態に応じて搬送先の病院を決定し、現場から離陸します。病院に到着すると、直ちに本格的な治療が開始されます。JAXA が研究開発を進めている DNET は、航空機や災害対策本部などの間でデータ通信による情報共有を行うためのシステムです。 DNET を使った消防防災ヘリコプターの運航管理システムが、総務省消防庁と神戸市消防局に試験的に導入されています。救急医療の大きな課題として、救急隊員が搬送先の病院を決めるための情報が得られないこと、搬送先の病院では患者の受け入れ準備に必要な情報が得られないことなどが挙げられます。岐阜大学が開発を進めているジェミッツは、病院の状況や患者の情報を統合化することにより、最も適した搬送先を迅速に決めるためのシステムです。DNET とジェミッツの連携によって、ドクターヘリをより効率的に運用するためのシステムの研究開発を進めています。ドクターヘリの出動要請を受けて、周辺の拠点病院の中から出動可能なドクターヘリを選定し、出動指示を送信します。救急患者の情報や地上から指示された着陸場所の正確な位置がディスプレイに表示されます。ジェミッツでは、携帯端末を用いて患者のデータを救急情報センターへ送信することが可能です。救急情報センターでは、送られたデータに基づいて最も適した搬送先の病院を選定し、受け入れ要請を送信します。受け入れ要請を受診した病院では、受け入れの準備を開始します。選定された搬送先の病院がヘリコプターのディスプレイに表示されます。ちょっとセンサーをつけさせてください。機内で計測した血圧や心拍数などのバイタルデータを受け入れ先の病院に送信します。到着まで22分です。血圧187、サチュレーション90、気管挿管の準備。受け入れ先の病院では、送られてくるデータに基づいて適切な受け入れ準備を進めます。JAXA のヘリコプターを使ったこの実験によって、システムの有効性が確認できたため、2010年度からは実用化に向けた開発がスタートしました。岐阜県に新しく導入されたドクターヘリに、 DNET とジェミッツのシステムが搭載されました。
2012年度から2年間にわたって評価・改良と実運用における実証を行う予定です。開発後、ジェミツと DNET が連携することによって、ヘリであるとか救急車である、こういう多様な搬送手段の中で最適なものを選択して最適な病院に運べますから、当然いい救急医療、そして救命率の向上が見込めます。岐阜県のドクターヘリによる評価・改良が進んだため、2012年度には大規模災害を想定した訓練の場で DNET の評価実験を実施しました。東日本大震災ではドクターヘリが大きな役割を果たしました。その一方で運用面での課題も明らかになりました。平成24年9月1日に実施された広域医療搬送訓練において、 DNET の評価実験を行いました。高知県や徳島県の傷病者を高松空港や松山空港の広域医療搬送拠点を経由して被災地外まで搬送します。高知県庁には災害対策本部が設置され、災害派遣医療チーム DMAT が中心となってドクターヘリなどを用いた患者搬送の準備が進められます。従来の手法ではホワイトボードなどを用いてドクターヘリの運行管理が行われます。一方、 DNET を用いた場合、各機体の運行状況や患者の搬送状況をリアルタイムでモニターすることが可能になります。被災地における DNET の通信には JAXA の超高速インターネット衛星を用いました。高松空港に設置された広域医療搬送拠点では、救急医療を行うとともに重篤な患者を選別して、自衛隊の輸送機で被災地外まで広域搬送が行われました。内閣府に設置された対策本部では、厚生労働省や防衛省の関係者が集まって効率的な連携を行うための調整が進められます。DNET が実用化されれば、大規模災害時の広域医療搬送をより効率的に実施できる効果も期待されます。今回の訓練はですね、南海トラフを想定して、四国を中心に訓練したわけですけども、その際もですね、国レベル、あるいは県レベル、あるいは現地レベルで、そのドクターヘリのですね、本部を立ち上げて、そこで、DNET というシステムのですね、プロトタイプになると思いますけども、それをですね、使わせていただきました。で、そのやはりですね、それがあるとですね、3.11 の時にはですね、やはりドクターヘリがですね、18機出たわけですけども、詳細な情報がわからないということで、正直申し上げますと、18機集まってもですね、非常に待ち時間が長かったとかですね、そういうような反省点が出てますので、もっともっとですね、その DNET の情報によって、そのドクターヘリをですね、うまく運用するっていうことができると思いますので、実践に強いですね、DNET を作るっていうことが非常に大事なことじゃないかなというふうに思います。ですから、それをするにはですね、やっぱり今後さらにですね、JAXA さんとの強い連携というのがですね、非常に大事じゃないかなというふうには思います。JAXA は今後も関係機関との連携を深め、航空技術を防災に活用するための研究開発を進めていきます。